耳垢掃除に行ったら、ワインのコルク栓ぐらい取れましたよと言われた。どうも北沢です。今回はエリザベス女王杯の穴馬3頭ということでやっていきたいと思います。競馬ナビゲーター。では本日の内容ということで、こんな4点で進めていきたいと思います。まず予想のポイントからですね。今回一番のポイントが京都ではなくて阪神の芝2200で行われるということですね。で、右下の高低差見てもらうと分かる通り、下ってますね、最初。ということで、大阪杯とか、2000に比べて前半3ハロンとか、1000メートルが割と速くなる傾向にあります。そこから2度の急坂越え、1周目と直線ということで、ある程度のスタミナも要求されます。結果、タフな流れに対応しつつも、最後までバテない末脚というのが要求されるコースです。そして現在の馬場状態、先週から、ね、阪神が始まったというところで、割と早めの時計が出てましたね。とはいえ、直線で外からの差しも決まっていた日曜日の、ね、10レースとか、上アラビカが、内枠ではあったんですけど、直線、真ん中、やや外から差してきたというところで、あのレース以外も、外から来た馬をなんとかいましたね。で、ある程度の時計に対応できつつ、なおかつ直線でも差し足を繰り出せるタイプっていうのがいいんじゃないかなと思います。2週目の土曜日使ってというところ、日曜日どの程度変わるか分かりませんが、こんな想定でいます。そこから血統面から見る適性、同舞台の宝塚記念を参考にして考えてみると、ステイゴールド、キングカメハメハ、ハーツクライですね。ディープインパクトも来ているので別にダメというわけじゃないです。プラスアルファ、とにかくこの舞台、ナスルーラ、トニービンの地、というのがいいですね。あとはロベルト系も来ておりますので、サンデーサイエンス系に、なおかつどこかでこの2頭の地を持っているといいんじゃないかと思います。ただ開催時期が、梅雨のタフな馬場という宝塚記念と比べると、今はかなり芝状態もよく時計も出ているので、実際問題、今回に関してはもう少し軽めの血統でもいいとは思います。では続いて展開予想。これら本当に今回なかなか難しいですね。行くぞという馬がいなそうなので、ジョー・リネルージュとロッサ・グラウガと書きましたが、なんとも言えないところですね。で、ウィン・マリリンとかリア・アメリアあたりが見て、場合によってはもう行きたかったらリア・アメリアも行っちゃうんじゃないかなと。やっぱ天皇賞秋の騎乗とかね、もしくはローズステークスの騎乗を見てても、もしかして思い切って行っちゃう可能性あるかなと思います。で、ラッキーライラックが大外枠引きましたね。ということで、ちょっと行ききで、行きたがってしまって前にという可能性もゼロではないと、前に壁がないのでというところ、ラブゾーンリーもこの流れだったらある程度の位置に行けるかと思います。あと、後位中段から後方に関しては本当にスタート次第とか、というのもあると思うので、あくまで想定ですね。で、候補グループはこの辺りを想定しています。で、まとめると、理想の馬、内前の流れに対応しつつ、おそらくスローになったとしても早め、どちらにしろ早めの仕掛けになりそうなので、ある程度長くいい足を使えるタイプ、そして父サンデーサイエンス系でも良いが、どこかにロベルテやナッセルラの血を持っていることで、差し馬であれば4コーナー後方ではなく、ある程度早めの仕掛けができるタイプだと思います。で、だいぶやっぱり舞台が変わるので、いろんなところでメディアとかも言われてると思いますが、逆にね、得てしてこういう時はタフな流れにならなくて、スローで実は前に行って決着しちゃうっていう、そんな裏のオチもあるんじゃないかなというのが、今ね、密かに思ってるところでありますね。では続いてパート2、人気馬診断。想定1番人気、ラッキーライラック。昨年末からのレースを見ても、だいぶ充実してきて、明らかに牝馬限定戦なら力が上でしょうね。大阪杯勝ってるっていうのもあるし、このメンツであれば、恥ずかしいレースはできないだろうと思います。そしてスロー想定で、攻撃付けできる客室、ある程度の中段より前にいながら最後切れる足も使いますので、その辺り魅力ですね。
ただ実は、まあ、あの札幌記念は早め仕掛けの横綱相撲をしたので仕方ないんですけど、宝塚記念も、あの道悪で、先行策からは厳しかったです、もちろん。ただどちらにしろこの金層の構想レースを見ると、早めスパートとかハイラップからの持久戦というのは実はそこまで、適性がないのかなと思ってます。とはいえさすがにこのメンバーなら馬券圏内は来てほしいと、来るだろうという読みも込みで、買いますね。一旦先頭だけど最後に誰かに刺されそうな予感がします。続いて想定2番に昨日向こうは、まあ、札幌記念はお見事でしたね。ためが聞けばまとめて差し切る能力はここでもあります。枠も内を引いたのでためて最後さばけてこれればというところでしょう。決闘、まあ、ハービンジャーということもあるし、2年前の参戦の時に出て5着というのもあるので距離自体はこなせると思います。ただ小馬になってからもちろんマイル G1 勝ったというのもあるし、前走のキレキレなのを見ても実はね、今のこの馬にとっては非根幹境への持続戦というのは若干適性からずれる気はしますね。今であればやっぱり16、2000とかで貯めて最後スパッといけるようなレースが向いてるんじゃなかろうかというところ、そのあたりで、まあ、単勝とは言いませんけど、まあ、十分 2,3 着には買っておかないといけないなと思います。で想定3番人気ラブズオンリーユー、前走に関してはやっぱり休み明けと重馬場が影響したかと思います。力負けではないでしょう。オークスのラップを見る限りハイラップの持久戦も対応できると思います。ナロー記念とか見て勝ちきれなかったので案外良くないのかなと思ったんですけど、やっぱりオークス緩みのない流れのラップで最後までしっかりと足使ってますので、まあ、あの持久戦が悪いとは言い切れないと思います。だから決闘的にはやっぱりディープでハーチストームキャット、この2200阪神というのがどうかなというのは正直ありますね。やはりベストは根幹脅威でキレが生きる舞台という気もします。だけれどもナルオ記念オークスを見てもたとえ早め仕掛けとか呼びのない流れになってもある程度対応してくれるんじゃないか、ということで、そういう あくまで過去の成績からは思いますね。あとは枠もちょうど真ん中のいいところ当たったので、そういう意味では面白いのかなと思ってます。では続いてパート3、狙い目7、7馬候補1ウィンマリーですね。連想に関しては休み明け、そして中間フレグモネがあったとかないとか、まあ、ちょっとね足の腫れがあったということが確かみたいなんですけど、そのあたりのちょっとトラブルもありました。で前に厳しいペースだった、まあ本当に通過順とか前に一旦は厳しかったですし、差し馬上位来たので週刊賞はそういった意味でもなかなか不運だった面もあると思います。オークスの内容は非常に優秀ですね、まあ、調子が戻れば能力は足りると思います。実際問題もちろん鞍上の好騎乗があって大外枠から内に潜り込んだんですけど、それ加味してもやっぱりあのオークス力がないとできないことだと思います。そしてタフさが求められるこの舞台は決闘的にも合いそうですね。そのあたりでコース適正としては心配していないです。やはりまとめると前走中間一頓差ありました。そのあたりで叩いての変わり身、というところで人気がガクンと落ちれば勝ってみたいなという気もします。そして穴馬候補にウィンマイティも、ね、ウィンの2機で攻めるという感じですけど、オークスは一旦先頭のシーンもあり0秒2、3着というところ、この馬もやはり強かったですね。阪神内回りというのは忘れなくさ賞がいい勝ちっぷりだったので、心配してないです。むしろ、ね、歓迎というところもあるんじゃないでしょうか。決闘的には持久力を問われるこの舞台が合いそうですので、そのあたりで、ちょっと前走よりかは期待していいんじゃないかなと思ってます。週刊賞に関してはもしかするとプラス10キロの影響もあったのかなと思います。人気このままガクンと落ちるんであれば巻き返しに期待したいと思います。
では続いて穴間候補丸さん、ミスニューヨークですね。中華賞は4コーナー手前で、ね、結構包まれてましたね。外からもうガッと来られたんで仕方なかったです。まあそれもあって一気に位置取りを悪くして仕掛けが遅れた感は否めません。それでも最後5着と G1 で十分戦える能力は見せてくれました。戦績やレースぶりから非根幹距離が合いそうな印象はありますね。まあ、1008で勝ってますし、そのあたりでなかなかもしかすると今回の舞台向くかもしれないです。3勝を挙げる主戦ジョッキーへの乗り換わりということでですね、加藤騎手への、今回変わってきて、慣れた騎手でもう一押しできればもしかすると3着とかね、穴の紐に買いたい一頭ではありますね。以上、競馬予想としてはここまでですね。ではお待たせしました、視聴者参加型競馬予想対決2020オータムスーパーシリーズということで、先週からやっておりますので、このあたり初めて見る方は画面一時停止などしてじっくり見てください。で、こんな感じでやってますよと。で、1個だけ今週から変更してるのが3連単24点以内にします。先週前20点だったんですけど、なんか意外とフォーメーションって24になることが多くて、なんか計算がその方が楽ですっていうコメントもあったし、僕自身も24点の方がいいかなと思ったのでそうしました。ですので買い目は自由で24点以内の3連単で予想しちゃってください。で、24点以内なんで別に1点勝負でも2点でも10点でもいいですからね、そこは自由です。で、ということで、これも皆さん知ってると思うので、まずは Twitter フォローしていただいて、そしてこの動画にコメントしてくだされば OK です。コメント欄とか記入して他の人の書いているのを参考にしながら、記入は馬番でお願いします。そして途中経過やランキング発表していきますので、その台をね、ぜひチャンネル登録して来週以降見ていただけたらなと思います。じゃあ、この予想対決の方はこれ以上ですね。では戻りまして、パート4まとめと印です。金曜現在ということで、晴れる、雨は降らなそうなのでこのまま変更はほぼないんですけど、一応ですね、上位1から3番人気想定のね、内中外と見事に散らばった感はありますね。枠的には一番ラブゾーンリューがいいかなと思います。で、ノームカーも内で足を貯めるにはいいところなんですが、この距離でこの頭数でこの内回り、包まれる可能性もゼロじゃないなというリスクはあります。ラッキーライラックは包まれる振りこそないものの、逆に大外枠で壁がなく折り合いが可能性、そして距離ロスの可能性というのはね、もろもろやっぱり3頭そもそも、それぞれに不安はありますね。ラブゼにしても枠はいいけど、やっぱりこの非根幹距離と、持続戦どうかなというところも少しはありますし、やっぱ3歳児ピークだったのかっていう不安もあると。ということで、やっぱりね、1から3まで行き、もろもろ結構今回不安はそれぞれにあると思うんです。だからもしかするとね、大荒れの可能性もあるし期待しちゃいますね。ただ言ってもです、さすがにこのメンバーならということで、ラッキーライラックは頭はわからないけど、なんとか 2,3 着は頼むという感じで3連携の軸にはしたいと思ってます。ただ、さっきも言ったように、一旦先頭もしくは誰かにね、誰かにさ、なんていうか、刺されるか誰かを刺し損ねるか、どちらにしろちょっと 2,3 着の感もしますね。だけど一旦は馬券の軸にしますということで、じゃあ頭候補は何かというところですけど、それは土曜日のウィン5予想の方でまた違う馬を言いたいと思いますので、よかったら今週もぜひウィン5予想を見てください。では今回リニューアルしてきましたが、いかがだったでしょうか。ぜひコメントとか、ご意見など含めて、またもちろん予想対決のコメントもバシバシお待ちしております。ぜひそのあたりね、いろんな声があると僕も励みになりますので、よろしくお願いします。では今回も動画を最後までご覧いただきありがとうございました。よかったらグッド評価、チャンネル登録お願いします。ではまた。